get on the floor. Bung tay cao lên cao lên chẳng cần biết đến xung quanh mình là ai. Mê lần lượt ai em trông thấy được điều gì ngoài chờ mong mây. Anh đi chơi, anh đi chơi play đi song. Nhưng đang cuốn bay em xa vời hay là em muốn say trong quên đời bên anh của tôi. ここでは身のこなしについての鍛錬をすることができる。まずは辺りを見回し、状況の確認をするのだ。次は基本の踏み込みだ。踏み込みは今度はしゃがみの動作だ。しゃがみながら回転すれば見つかりにくく素早い移動が可能だ。身をかがめて転がれば、では次に跳躍だ。跳躍中は隙が大きくなる。注意するのだぞ。離れた場所に移動したいときは大跳躍を用いよ。これより地形に対する体術を学ぶ。まず目印のある壁に張り付いてみよう。そしてそのまま左右の端まで行き、奥の様子を覗いてみよう。跳躍で縁に手の届く壁にはぶら下がることができる。今使った壁に飛びついてみるがいい。そのまま縁に沿って移動も可能だ。跳躍で登れないところには鍵縄で移動しろ。ただし鍵縄は縁のところしかかからぬことを忘れるな。目印のある積み上げた木箱の上に向かって試してみるか。ここでは身のこなしについての鍛錬をすることができる。坂を上り鍛錬場へ向かうがいい。
ここでは水辺の動きについて、ここでは水辺の動きについて鍛錬することができる。まず立ち泳ぎで池の中にある目印の場所まで進むのだ。立ち泳ぎの状態ならば水遁の次は水中での動作だ。まずは潜り平泳ぎでゆっくり泳いでみよう。水中回転を用いれば素早く方向転換が可能だ。連続して泳げば勢いよく泳ぐことができる。水中にいるときは徐々に息が減り、水辺の動きはこのぐらいでいいだろう。溺れぬようしっかり身につけておけ。ここでは武術について鍛錬をすることができる。橋を渡り竹林の中へ向かうがいい。攻撃はまず武器を抜いて構える。そして敵との間合いを見切って切りかかるのだ。竹を敵に見立て試してみよう。武器を持ったままでいると戦いにおいて敵の気配を感じることはとても重要だ。竹林の奥にいる敵の気配を読み一刀のもとに倒してみよう。忍びの基本は気を巧みに読み取ることにあり、影に身を潜め何者にも気取られてはならぬ。師匠、拙者の力量。
よくやったり。